はい、どうも皆さん、こんにちは。エゼッコです。それでは今回なんですけども、審査なしで発行可能な3大キャリアプリペイドカードを徹底比較、還元率ポイント、3D セキュアの設定などの解説ということで、今回はプリペイドカードについてですね、これまで何度かですね、まあ、プリペイドカードに関する動画をアップしてきたんですが、その中でもドコモ au、ソフトバンクが提供するプリペイドカードを僕なりに比較してみましたので、発行検討されている方はですね、ぜひ参考にしていただければなと思います。それでは行ってみましょう。 そしたらですね、早速お伝えしていこうと思うんですけども、今回比較するカードはこの3種類のカードとなっております。左から D カードプリペイド、そして AU オレットプリペイドカード、今の名前ですと AU ペイプリペイドカードですね。そして最近僕が発行したプリペイドカードのソフトバンクカードですね。まあこれ結構視聴者さんからですね、ソフトバンクカードをあげられないことでちょくちょくコメントいただいてたので、まあ今回はですね、この3大キャリアっていうことで比較をさせていただきます。 それではまず上から順に見ていこうと思うんですけども、それぞれこの3種類のカードとしてもらえるポイントなんですが、D カードプリペイドであれば D ポイント、A ペープリペイドカードであれば、現在だともうポンタポイントになりましたね。そしてソフトバンクカードと T ポイントがもらうことができます。 で基本還元率なんですけども、これは3種類ともに0.5%還元となっております。なので200円ごとに1ポイントずつもらえるので、基本的にはこの還元率となっております。次に、このカードの、カードブランドなんですけども、D カードプリペイドの場合はマスターカード。そして AU ペイプリペイドカードに関してもマスターカード。で、ソフトバンカードに関してはビザのブランドとなっております。 で次にですね、発行手数料なんですけども、D カードプリペイドは、一応、公式ページには有料というふうに書いてるんですけども、今現時点では無料ということですね。で、AUPay プリペイドカードも無料で、ソフトバンクカードも無料となってます。で、年会費なんですけども、こちらは3種類とも無料と。で、もし、再発行したいなという時の再発行手数料なんですが、D カードプリペイドは公式にちょっとその記載がなくてですね、AUPay プリペイドカードに関しては無料と、そしてソフトバンクカードに関しては税抜きで500円となっております。 次にこの発行のジャンルなんですけども、まずこの D カードプリペイドなんですけども、基本的には誰でも発行が可能となってます。まあドコモユーザーじゃないというわけではなくて、普通に僕ドコモユーザーではないんですけども、D カードプリペイドは発行することができます。で、AU ペイプリペイドカードに関しては、AU の回線を契約されてる方か、もしくは僕は AU 回線持ってないんですけども、 au の自分銀行を開設した方であれば a u ペイプリペイドカードを発行することができます。なので僕は au 回線結んでないんですけども、まずは自分銀行の開設をして、まあ、約1週間ちょっとぐらいに開設ができて、その後に a u ペイプリペイドカードの発行の手続きを行ったので、トータルでこのカード発行するまでにちょっと2週間ぐらいかかった印象でしたね。そしてこちらのソフトバンクカードなんですけども、これ僕勝手な印象としてソフトバンクの方だけしか発行できないと思ってたんですけども、なんと Y モバイルを契約してる僕でもソフトバンクカードを発行することができましたなのでソフトバンクの回線を契約されてる方が Y モバイルを契約されてる方であればこのソフトバンクカードを無料で発行することができますまあ、約1週間ぐらいで届きましたね次に 3D セキュアのところですねまあ、ここはですねもしこれらのカードをメインカードとして使われる方がいらっしゃればここはぜひですねインターネットとかでショッピングされる方とかいらっしゃれば設定していただくのが一番ベストかなと思うんですけども いわゆるその 3D セキュアっていうのは本人認証サービスというものになってまして、まあセキュリティを高める設定となっております。で、それぞれ見ていこうと思うんですけども、まず D カードプリペイドの場合は 3D セキュアはありまして、もしそれをする場合は設定が必要となります。で、発行した時に自動的に設定されてるかというわけではなくて、届いた時にご自身で設定しないといけないということになってますので、まあせっかくなのでね、設定方法を簡単にお伝えします。まず D カードプリペイドのマイページのところから、 ここでログインをしていただきまして、ログインができたら右上に3本線があるので、ここをタップします。そうすると、各種変更という項目があるので、ここをタップしたら、ちょっと下の方にインターネットショッピング本人認証サービスという項目があるので、ここをタップしてください。そうすると、ま、先ほどお伝えした本人認証サービスの、ま、3D 設計の設定画面が出てますので、ここでしっかりとパスワードを入れていただければ、設定が完了となります。設定自体めちゃくちゃ簡単ですね。 で、続きまして、a u p プリペイドカードなんですけども、なんとですね、これちょっと僕が調べる限りは、3D セキュアの設定がなかったんですよね。ちょっとこれ意外だなと思って、もしかすると僕自身がですね、見落としている可能性もあるので、本当は a u p プリペイドカード、3D セキュアの設定ありますよということがあれば、ぜひコメント欄にください。そして、ソフトバンクカードなんですけども、こちらは 3D セキュアがありまして、こちらもですね、届いてから設定されているというわけではなくて、別途設定が必要となっております。 で、僕もつい最近届いたので、せっかくなのでこのまま設定してみたんですけども、まずはこのソフトバンクカードを管理するマイソフトバンクの画面に入っていただきますと、ここにですね、ご登録情報という項目があるので、ここをタップします。で、その画面から下に下がっていただくと、ここにですね、カード機能設定という項目があるので、ここから 3D セキュアの設定ができます。 そして、ここの 3D セキュア設定の項目に登録するという項目があるので、ここをタップしてください。そうすると、ここに入力する項目が出てきますので、ご自身の希望する 3D セキュアのパスワード8桁から12桁を入力します。で、うまく設定ができますと、3D セキュア登録完了ということになりますので、もしですね、ソフトバンクカードを利用されている方は、この方法でぜひ設定してみてください。で、続きまして、Apple Pay と Google Pay なんですけども、それぞれ D カードプリペイド、a p プリペイドカードとソフトバンクカードを設定は可能となっております。 ちなみに使える決済方法として ID 決済そしてクイックペイプラスと ID 決済という感じですね。 僕もここ最近は、ね、ロススのののキャンンペペペーーが合っててるのでで AEP ププリイイイドカードカクイックッラスで決済をしております <Good day. S 1> で次にこのポイントチャージの項目なんですけどもこれどういったことかというと例えば D カードプリペイドであれば D ポイントその D ポイントを使ってチャージをすることができるんですよね、A、AP であればポンタを使ってチャージそしてソフトバンクカードの場合は D ポイントを使ってチャージをすることができますで D カードプリペイドの場合なんですけども D ポイントを500円からチャージすることができまして一応月に1万円までという 条件がありますのでもし D ポイントを使って D カードプリペイドにチャージをされたい場合はちゃんと上限がありますので気をつけてくださいで次に AEP プリペイドカードなんですけどもこちら100円単位でポンタポイントを使って AEP プリペイドカードにチャージすることができますこちらは月に2万円までとなっております でソフトバンクカードなんですけども、こちらは T ポイントを使ってソフトバンクカードにチャージができるんですけども、100ポイントが85円相当となるので、あまりその還元率っていうんですかね、それはあまり良くないみたいですね。で上限はちょっと調べる限りは特になかったような感じはするんですけども、もし知ってる方いらっしゃいましたら、教えていただければ嬉しいです。 まあせっかくなのでチャージに関連して D カードプリペイドとか他のカードはどんなチャージ方法があるのかざっくりなんですけども紹介したいと思うんですが D カードプリペイドの場合は先ほどの D ポイントでチャージをする以外にも電話料金合算バレーであったりとか D カードそしてクレジットカードとかインターネットバッグを使ってチャージをすることができます次に AAP プリペイドカードなんですけどもこちらもですね結構チャージ方法がかなり豊富でございまして大きく2種類に分かれてるんですがこれは送金と払い出しが可能な チャージ方法として、au の自分銀行であったりとか、他の銀行、ポンタポイントであったりとか、ローソン銀行 ATM、ローソンチャージ、セブン銀行 ATM チャージ、au ショップとか、au ペのスマートローンを使ってチャージをすることができます。 次に送金であったりとか払い出しが不可のものなんですが、aupay のクレジットカードを使ってチャージをしたりとか、そして他のクレジットカードであったりとか、aupay のチャージカードというものを使って、次にソフトバンクカードなんですけども、こちらもかなりね、まあチャージ方法は豊富です。まあまとめて支払いもありますし、他にも t ポイントとか、ゆうちょ ATM、セブン銀行 ATM、リソナー銀行、ジャパンネット銀行、その他の銀行から振り込みという感じですね。 で、次にですね、まあ、それぞれのマイページなんですけども、これ僕が勝手に丸三角で、ま、評価をつけたんですけども、D カードプリペイドは三角で、A ペプリペイドカードは二重丸、そしてソフトバンクカードは丸という感じで、これどういったことかというと、ま、あせっかくなのでね、画面をそのままお伝えしたいと思うんですが、まずこちら D カードプリペイドがこんな感じのマイページとなっております。 もうね、先ほどもちょっと見たかもしれないんですけども、マイページの中でもかなりね、群を抜いて殺風景な感じのドシンプルなマイページなんですよね。で、僕なりの感想を3つ挙げたんですけども、まず1つ目のこのログインのたびに生年月日を入力するということですね。まあ、これですね、使ってる方であればかなりわかると思うんですけども、いわゆるその本人確認を多分行ってると思うんですが、毎回開くたびに生年月日を入力しないといけないので、そこがちょっと手間なんですよね。 なのでね、まあそれを踏まえても専用のアプリがあればちょっと嬉しいかなというふうに思いました。もしくはこのブラウザページをもうちょっとこうシンプルに使いやすくできればかなり嬉しいなというふうにも思っております。 で、もう一つこちらなんですけども、残高管理はマネーフォワードということで、これどういったことかと言いますと、まあ、普段からね、この D カードプリペイドのチャージの残高って、実際に今どれぐらいなのかっていう風に確認するときに、ログインをしないと確認をできないので、結構手間なんですよね、正直なところ。ですけども、この家計簿アプリのマネーフォワードを使えば、すぐに確認することができます。まあ実際の画面なんですけども、これマネーフォワードと D カードプリペイドの ID でログインをしているという状態になっております。 まあ先ほどね、出てた金額とちょっと違うんですけども、今現在僕の D カードプリペイドには506円分が入ってますよということになってます。まあ、これを使うことでマネフォワードのアプリで一括管理ができるので、かなり便利っちゃ便利なんですよね。で、プラスアルファ、まあ、D ポイントとかもこれで一括で確認することができるので、かなりなんか便利っちゃ便利ですね。まあ、ですけども、ちょっと反映されるまで時間がかかったりするので、そこだけがちょっとネックかなっていう感じです。 で、続きまして、aupay プリペイドカードのマイページなんですけども、今出てる画面となっております。まあ結構馴染み深い画面となってると思うんですが、まあ感想としたらこんな感じですね。やっぱり aupay のアプリと一体型になってるのが本当にいいですよね。なんか結構前ぐらいからそのアップデートされるということで、まあかなりね、今の完成形にかなり近いと思うんですけども、aupay のまあスマホ決済であったりとか、 まあそういったのと全部一緒になっているということになってます。なのでもし aupay プリペイドカードで決済するのではなくてこのアプリを使って aupay のコード決済を使うこともできますし、もしくは Applepay ですね。そちらに即時切り替えもこのアプリからでもすぐできるので、それがね、かなり aupay のアプリのいいところなのかなと思います。ですけども全部が全部僕が使ってるというわけではなくて、 ほんと一部しか使ってないので、全部が全部ほんと使い切れてないんですよね。ですけども、au 回線をね、利用されてる方とか、au のサービスをもうふんだんに使われてる方からするとかなり便利なアプリなのかなというふうにも思います。そしてソフトバンクカードなんですけども、こちらは先ほどの評価を丸にさせていただきました。まあ理由としたらもうほんと至ってシンプルな画面となっておりまして、これは今出てるのがウェブブラウザで確認する方法ですね。 で、プラスアルファソフトバンクカードの場合は専用のアプリがあるので、この中で残高の確認もできますし、T ポイントが貯まるお店とかポイントアップ店とかも確認することができます。なので、先ほどの Web ブ,ブラウザとこのアプリを合わせても結構シンプルでかなり使いやすいのかなというふうにも思いましたね。そして最後なんですけども、それぞれのカードの特徴なんですけども、 それぞれいいところっていうのはありまして、まずは D カードプリペイドからなんですけども、ローソンの3%オフであったりとか、まあ、月用の最大3.5%還元とかですね。まあ他にも今お伝えした2つ以外にも高島屋とか、ドコモのオンラインショップだったりとか、まあそういったところでも還元率をアップすることができます。まあですけども、ちょくちょくね、動画でもお伝えしている通り、ローソンの3%オフに関しては、2020年の11月30日で終了となっておりますので、もし今後ね、発行される方は、ここは気をつけてください。 まあちょっと寂しいですよね、ここがなくなるのは。で、続きまして AUP プリペイドカードなんですけども、こちら特徴としたらポイントアップ点があるということですね。まあ、このポイントアップ点に関してどういったことかというと、まあせっかくなので画面を見ていただきたいんですが、AUP のトップページから、 右下の使えるお店というところをタップしていただくと画面を少し下がっていただくとですねカードのお支払いということで aupay プリペイドカードとか aupay のカードを持っている方であればここのポイントアップ点を探すというところをですねタップしていただくとご覧のようにですねポイントアップ点が一覧でずらっと出てきます今出ている通りであればセブンイレブンであれば200円ごとに ポンタポイントが1ポイント増量であったりドミノピザであれば200円ごとにポンタポイント2ポイント増量カップ寿司であれば200円ごとにポンタポイントがなんと2ポイント増量とかそういったところもあったりするのでこのポイントアップ点に関しては結構嬉しいのかなというふうに思いますね そして最後ソフトバンクカードなんですけども、こちらは特徴としてバリューということですね。これどういったことかというと、まあ今出てるように、このソフトバンクカードを持ってる方であれば、この送る、もらうという機能を、サービスを使うことができます。もう画面に出てる通りですね、ソフトバンクカード会員同士であれば、この送ったりとか、もらったりすることもできます。もしくは金融機関口座にも送ることもできるので、 もし、ね、ソフトバンクカーーードユーザーの方であればまあそんなこんなで今回は3大キャリアプリペイドカードの比較ということで簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきましたいやほんとねソフトバンクカードは僕自身発行するつもりがなかったもしくは発行できるかどうかってわかんなかったんですけどもワイモバイルユーザーの僕ですらも発行することができたので今回はですねプリペイドカード比較してみたんですが やっぱりプリペイドカードってなんちゃかんちゃ便利なところってありますよね。今ですと先ほどもお伝えした AUP プリペイドカードを使って ApplePay で決済をしたりとかも今してるので、まあ、今後もね、どういったところで活躍するかっていうのはわかんないんですけども、これはこれで持っておこうかなというふうにも思っております。で比較するとそれぞれのカードのいいところも結構生えてくるところではあるので、今後もしちょっと比較するものがあればね、やってみたいなというふうにも思います。 で一応ですね、今回お伝えしたプリペイドカードの公式リンクであったりとか、今 D カードプリペイドが山分けのキャンペーンとかもやってますので、そういった公式のページも貼ってますんで、詳細気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。